妙苑寺参りは、鹿児島県日置市にあり武将、島津義弘を祀る徳重神社をもお出る、江戸時代から続く行事である。鹿児島三大行事の一つ。毎年10月の第4週の土日曜日に行事が行われる。妙苑寺を菩提寺とし、徳重神社の祭神である、島津義弘を園寺自分の菩提寺に妙苑寺を指定した武将。 島津義弘は生前に京都より仏師、高岩は招き、自らの姿を彫刻させ、その木造を生きている義弘と思い弔う、用指示。敵の反対側ではなく敵中突破して撤退したとして知られる島津の尻き口により、島津義弘が奇跡的な生還を遂げた関ヶ原の戦いが旧暦9月15日にあったことを記念して、 その前夜にあたる、旧暦9月14日、平和な時にも関ヶ原における先人の体験を、見習って、心身を鍛えようと、副章寺の墓地にある吉弘の墓ではなく、生きている吉弘として取り扱われている木像を、参拝すべく、甲冑に身を固めた鹿児島城下の武士たちが、鹿児島市から伊集院長の妙園寺までの往復40キロメートルを、夜を徹して歩き参拝したことに橋を発する。 鹿児島で受け継がれてきた豪中教育には、山坂の他社は、心けんくべきことという教えがあり、寺もしくは神社が建設されている地域の豪中にいる二歳衆と、親睦を深めるという背景もあり、かつて、薩摩藩では、それぞれの命日に参る習慣として、病園寺参りと共に、島津忠義の菩提寺である、日清寺の加瀬が参りと、島津利久の菩提寺である心だけ寺の、 心だけ寺参りが武士層の間で受け継がれてきた。新色休業による文政十一年の記録には、この頃にはすでに大勢の甲冑をまとった武士が参拝する中、寺内で泡の粥が売られるほどの行事になっていたことが記されている。大正十年に大久保利下が先祖の墓参りへ赴いた際、市菊式の市川上にある大久保家の分家で発見した。 大久保利道の日記には、大久保利道が、カエ元年、妙園寺参りに参加して、鎧を着て歩き、同じく妙園寺参りに参加していた、西郷隆盛イと空前出会い、共に参拝したことが記されており、当時は、城下の鹿児島市戦国馬場に、男女や身分を問わず多くの見物客が詰めかけるほど、大きな催しだったことも記されている。また大久保は、 着用した鎧が痛く,つくろってもらったことも記しており、殺人の幸せ安泰、天下よく収まっているわけは、義弘公の有り余る徳があるからこそで、勇士の死がこの日に、安官と然とふけって勘断していることは、すなわち罪人であるとも記している。ちなみに、西郷んの第一話では、それぞれの郷中におけるこちごや、長ちごで構成した各メンバーが、一番の折の褒美を、 かけて競う藩の催しとして、病院手参りが描かれ、主人公の最後を正吉たちが一番乗りで寺に到着し、褒美の餅を勝ち取るが、その道中で揉めた他の豪中の一員、小田栄作から後日、腹い勢に襲われ、鞘子と振り下ろした刀の鞘が割れたことで、最後が右腕の付け根を切られてしまうという内容が放送された。物により、病院が廃となった後は、 その跡地に建てられ身体である吉弘の木造を所持する特殊下神社へ参拝するようになった。もともとは妙苑寺に安置されていた。この木造は特殊下神社の奥に身体として安置されている。まだ、茂久と名乗っていた頃の島津忠義も妙苑寺参りに参加したことがあり、明治以後は一般庶民も参加するようになり、小中学生の集団鍛錬行事としても、 行われたが、今は、市民的行事となっている。まだ夜に催される行事だった頃の対象2年には、午前2時50分に、日置市住院町を発車して午前4時に、鹿児島市へ到着する汽車が、見物客用に運行されていた。戦時中においては、豪中教育を行っていた学者にとっても特に、重要な行事となっており、学者に入っている子供は、 他の学者には負けまいと募集を行って、学者の社生ではない友人も連れて行き、人を多く集め参加して、黒山の人だかりができる行事だったと、当時の参加者は証言している。また当時の参加者は、昭和19年まで苗園寺参りは行われ、戦争で焼け野原になった、昭和20年には中止になったが、ルース台風が来た。 昭和26年10月には妙園寺参りへ行ったことや GHQ は制度改革の後浸透指令を行うなど日本の精神を根絶やしにするため日本の精神的な活動について軍国主義に関連するとみなした行事はすべて停止させたが鹿児島におけるローカルな文化の高中教育や妙園寺参りなどは引っかからなかったと証言している。なお、 少年期の稲森和夫も参加したことがある。現在、日清寺と心だけ寺の方の習慣は、廃れてしまったが、病園寺参りは、現在も、盛んに行われており、蘇我丼の笠焼き、阿公義神殿林読会と、並び鹿児島三大行事と称されている。現在の病園寺は、病園寺参りの際には病園寺にも参拝する。 よう希望する案内掲示も行っており、徳重神社と明園寺それぞれの方向を指す矢印が書かれた上、日置市のご当地キャラクター、日置市の顔と腕が描かれた看板が日置市により各所に年中設置されていること等もあり、当日は自社双方へ参拝するものも少なくない。平成5年からは多くの人が参加できるよう毎年10月の第4度日曜日に開催しており、 2014年時点では、約8万人が妙園寺参りのため、住院長の地に足を運んでいる。2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ステージイベント、ウォークラリーなどのイベント、出展業者による物産展などは開催されず、武者行列、郷土芸能の奉納、武道等の行事大会など、妙園寺参り自体は行われた。現在は、 鎧武者姿で歩く参拝者のほか、軽装の一般的な服で歩く参拝者も多く、鹿児島市内をはじめ、近郊からの数々の幼稚園、保育園、学校も、タイを組み参加して参拝しており、人羽織姿や、武道用の袴姿で歩く学生、段ボールで作られた、髪鎧を着て歩く、小学生の参拝者もいる。 鹿児島市の照国神社から歩く片道約 20km コースの、他日置市のチェスト館から歩く 10km コースも行われており、途中には日中に休憩所のテントが張られ、お茶、甘酒、漬物、梅干し、飴玉、黒砂糖などが参拝者に振る舞われる。病院寺参りが行われる期間の数週間前からは、チェスト館からの鹿児島県道206号、 徳重横井鹿児島線の途中に全国の有名武将の家紋が個別に印刷された上り旗や徳重神社や明園禅寺の奉納上り旗が建てられている。県道206号線から途中あえて脇道にそれ、昔の趣きが感じられる薩摩街道泉筋跡を歩く参加者も多い。県道206号線の東丸本社と 伊賀倉南交差点との中間には、大小様々な苗園寺参り関連の解説パネルも壁面に複数設置されている。申し込みをして決まった時間に出発する企画もあるが、時間に関係なくおのの自由に歩く参拝者も多い。他にも当日は、一部交通規制も行われ、鎧兜に身を固めた、武者行列、ひなわ銃の一斉射撃。 薬丸寺県流の演武、大田太鼓踊り、徳重大原太鼓踊りなど郷土伝統芸能や民族芸能の奉納、琉球国祭り大庫、音楽隊のパレードなど、ステージイベントも含め夜遅くまで次々と行われ、境内で行われる、弓道競技をはじめ相撲、剣道、柔道、重剣道、空手など武道を中心とした、体育行事大会の競技や、聖火、 佐藤等も行われる。また、堺鉄砲研究会を主催する沢田大らからの提案により、鹿児島県では、種ヶ島にある3つの鉄砲隊に続く設立で、鹿児島県本土としては、初となる鉄砲隊の、薩摩日置鉄砲隊が、平成27年8月27日に結成され、同年の明園寺参りで、初めて実演を行っており、馬上等、抱え王ず ステカンを含めたひな銃の宝術が毎年実演されている。島津市の初代当主である島津忠久が誕生した時雨だったことから、鹿児島県民の間では昔から雨天は島津と呼ばれ縁起が良い気象だと好意的に捉える風習があるため雨が降ることを喜ぶ参加者も多い。現在は南日本新聞社の前身。 鹿児島新聞社が検証付きで募集して一等になった池上真美の22番まである作詞に佐藤もすけが作曲して大正4年3月に発表された病院手参りの歌を歌いながら歩く者も,も多く、境内のステージイベントでもこの歌が披露される。境内に和歌詞を濃くした高さ1.4メートル、幅10.5メートルある石碑の花碑が建てられており、 昭和57年10月30日に除幕式が行われた。大正2年からは、鹿児島市と日置市東市基長間の鉄道開通に伴い、病園手参りにちなんで、餅米とうるち米で作った米の粉に砂糖と熱湯を合わせたシロップを混ぜて作った餅生地の皮で白あんを包み、島漬けの家紋である丸二十の字型に成形した。 直径3センチメートルほどの柔らかい饅頭に粉がまぶしてある移まんじ饅頭の販売が開始される。当初は特じ饅頭の名で売られており、戦時中に途絶えたが、病院手レ入りの復活とともに移まんじ饅頭と名を開催開し、現在では店舗により定番の白以外にもよもぎ、抹茶、梅、紫芋、きなこ、いちごなども販売され、 日置市十院長の名物菓子となっている。ありがとうございます。